ビリダンの著書イクスパザテオイクワスチャンス。ジャン・ビュリダンはフランスの司祭でヨーロッパにおける科学革命の火付け役の一人である。中世後期を代表する哲学者の一人であり、今日ではむしろ哲学者として記憶されている。彼はインペトス理論を展開し、現代的な完成の概念に迫った。ラテン語名はヨハンニス・ブリダノス。よく知られた。 思考実験、ビュリダンのロ,ロバは、彼の名に由来する。記事は、現派イコールドカレケンの都市、ベティーヌとする説が有力である。パリ大学で学び、その後は、同校で教鞭を取る。恋愛絡みの事件や、冒険談がいくつも伝えられている。一例を挙げると、ビュリダンは、麻袋に詰められてセーヌ川に放り込まれる経緯に、処せられたが、 一学生の起点により救われたとのことである。フランソワ・ビヨンは有名なシバラードでデイ,イムス・ジュタン、ジェイディスの中でこの逸話に言及している。またビュリガンは、研究資金の獲得に異常な才能を示したという。哲学で身を立てるものの典型から外れで、彼は、進学の博士号を取得に熱心でなく、人文学科で多くの時間を使った。また、 中道会に加わらず教区の聖職者に泊まることに、傾注し、それにより知的独立を保った。1340年までには、先輩格の哲学者、オッカムのウィリアムと渡り合えるだけの地位を確立した。彼の運動理論は、会議主義と科学革命の夜明けであり、ガリレオ・ガリレイの研究の梅雨払い的な意義があったと、今日では評価されている。ビュリダンは、 また複数のパラドックスの正しい解釈を書き残している。1358年、パリで没。その後、オッカム派の運動によって、ビュリダンの著作は1474年から81年の間、禁書目録にリストアップされた。ビュリダンの弟子の中では、論理学者となったザクセンのアルベルトが最も著名である。完成の概念は、 アリストテレスの運動論とは異質である。アリストテレス並びに、商用学派の後継者たちは、物体の運動は外部から力が継続的に加えられる場合にのみ持続すると考えた。つまり、アリストテレスの見解によると当社体は、周囲の空気から力を加えられるために運動し続けるのであり、普通の物体の運動がすぐに停止するのは、近接力が働かないためである。 ジャン・ビュリダンは、ピロポノスの注釈とイブンシーナーの著作に基づき、物体はそれ自体が有する、何らかの量によって、運動を続けるのだと主張した。ビュリダンはその量を、インペトス、インペトスと呼んだ。さらに、彼は、インペトスが自然に散逸するという考えを否定し、物体は空気抵抗及び重力によって止められるのだと断言した。これは、 従来の理論とは全く逆である。ビュリダンは物体の持つインペトゥスは物体が運動し始めた時の速さ及び物体を構成する物質の量と性の相関関係を持つと考えた。ビュリダンの言うところのインペトゥスが現代的な運動量の概念と近いことは明白である。彼はインペトゥスを物体の運動の原因とみなした。ビュリダンはインペトゥス論により 当社体の運動を正確に説明した。しかし彼にとってこの理論はあくまでアリストテレスに対する一つの修正に過ぎず、運動と静止を質的に全く別物とみなすアリストテレス的な基本理念は揺るいでいなかった。なお、インペトゥス論は直線運動や放物運動だけではなく、天体の円運動を説明するためにも使われた。a、B. アレクサンドル・ヘラモンズ。 ブライアン H 番地教著、上村美佐子保川家、丸善科学年表地の5000年史丸善、1993年、ABS 名寸、科学の歴史127ページ2つの全く等しい、藁の山を、ロバから全く遠距離に置くと、ロバはどちらを選ぶか決めかねて飢え地にしてしまう、という思考実験。ありがとうございます。